おはようございます。Kです。本日は初めて台湾旅行へ行かれる方向けに、現地で絶対食べてほしい台湾グルメをまとめてみました。実際、夜市などへ行ってみると、美味しそうな料理はたくさんあるのですが、どれがどのような料理なのか分からずに戸惑ってしまうことがあると思います。そこでこの動画を見ていただければ、あらかじめ食べたい台湾グルメの予習ができ、なおかつ旅行の時短につなげることもできるかと思います。ぜひ最後までご覧ください。それじゃあ今日も楽しく行ってみましょう。まずご紹介するのはルーローハン。言わずと知れた台湾のソウルフード。細かく切った豚肉を甘辛い醤油ベースのタレで煮込み、ご飯の上にかけて食べます。トッピングに煮卵を乗せることも多いです。タレには漢方なども入っており、台湾の特色が最も現れた料理ですが、お店によって微妙に味が違うので食べ比べをしてみるのもおすすめ。また南部ではローザオハンと呼ばれており、味付けも若干異なります。続いてご紹介するのはコンローハン。コンローハンは松下の名物として有名な料理ですが、台湾全土で食べることができます。豚バラ肉を甘辛いタレで煮込み、ご飯にのせて食べます。トッピングにはタケノコをのせることも多く、ボリューム満点です。チャーイーの名物として有名なジーローファン。水にした鶏肉を細かく裂き、ご飯の上にのせタレをかけた料理。脂っこくなくさっぱりした味なので、台湾では朝ごはんや小腹が空いた時の夜食としても人気なんだそうです。ライスヌードルの一種であるビーフン。アジア各国で食べられる有名な料理ですが、台湾ではビーフンの乾燥に適した冷たく乾燥した季節風が吹く新竹の名物料理として有名。日本でも新竹ビーフンは容易に買うことができます。オアジェンは牡蠣を使ったオムレツの一種。水で溶いた片栗粉をフライパンに流し、生牡蠣、春菊、卵を乗せて焼いて完成。甘辛いタレをかけて食べますが、タレはお店の個性が出るところなので味の違いを楽しむことができます。ちまきは台湾では端午の節句にも食べられる伝統的な料理。もち米をベースに豚肉や椎茸などいろいろな具材が入っており、竹の葉に包まれたおにぎりのような形状をしています。お店によって使用される具や大きさは違うのですが、台南にあるザイファーハオロゾンのちまきは絶品です。ニューローメンも台湾では有名な料理の一つ。長い時間かけて煮込んだ牛肉は柔らかく、長い時間仕込んだスープはとっても味わい深さがあります。ニューローメンは戦後外省人によってもたらされた料理なのですが、当時台湾の農家では苦労して一緒に田畑を耕してくれる牛を敬い、牛肉を食べない習慣があったそうなので、ここまで人気になったニューローメンは台湾グルメの中でも特別な存在と言えるでしょう。シャンちゃんとミーちゃん。シャンちゃんは甘い味付けが独特な台湾ソーセージ。八角など台湾ならではの香辛料も使われています。ミーちゃんはもち米を使用したライスソーセージでボリューム満点。また台湾の屋台ではこの2つを組み合わせてホットドッグにしたダーちゃんバオシャオちゃんも大人気です。豚の血と米を蒸して作られたジューシー顔、もちもちした食感が美味しい。おやつとして食べられる以外にも鍋料理などの具材として用いられることも多いです。もちもちした食感で有名なバーワン。豚肉などのあんをさつまいもの粉から作った半透明の皮に入れ、特製のタレをかけて食べます。地域によって味付けは様々なのですが、特に松下のバーワンは美味しいと有名です。チョンヨービンはネギを使った風味豊かなパンケーキ。お店によって味付けは様々。スナックのようなクリスピーチョンヨービンもあれば、チーズなどの具をたくさん入れたピザのようなチョンヨービンもあります。日本でも人気な火鍋。最近は日本でも本格的な火鍋を食べられるお店が増えてきましたが、せっかく台湾へ行くなら本場の火鍋を食べてみましょう。おすすめのお店はチェーン店ではございますが6000門。アジア雰囲気、サービスに定評があり、多くの人々に愛されています。最後におすすめするのは台湾の人気デザート、トーファー。
大豆から作った豆腐のような食感が美味しい豆腐ーにタピオカ、ピーナッツ、あんこなどのトッピングを追加して食べます。台湾食べ歩き旅の締めにぴったりなデザートです。そんな感じで本日は初めての台湾旅行で食べてもらいたい台湾グルメをご紹介してみました。まだまだおすすめしたいグルメはたくさんあるし、自分の知らない美味しい食べ物もたくさんあると思います。ぜひ皆様も台湾旅行をする中で自分だけのお気に入りグルメを探してみてください。この動画が面白かった、役に立ったっていう人はぜひ高評価とチャンネル登録お願いいたします。それじゃあ、じゃあね、またね、バイバイ。関係トラベルオフィシャルグッズ好評発売中。 T シャツ、アツキー、トートバッグなどここでしか買えないオリジナルグッズがたくさん。完全受注生産だから早めに注文してね。詳細は動画説明欄の URL をクリック。